どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしたい中の人エルザです。今回はバージョン 2.5 で実装されたレーサーで遊んでいきたいと思います。レーサーに関しては回復やデバフはもちろん強いところがありますが、攻撃面においても優秀なキャラとなっています。攻撃ができるヒーラーとしてとても貴重ですよね。特に長撃や編成で活用してみるとメインアタッカーに近いダメージを出したりできますからね。ということで今回はアタッカーなしの3枚編成で裏庭攻略をしてみたいと思います。そもそも火力を出せるなら3人でいけるだろうという安易な考えですが、試してみてどれくらい強いのかやっていきたいと思います。今回試すのは裏庭12の前半で試していきたいと思います。SP 管理やデバフによる遅延など気になるところはありますが、どれくらいのラウンドでクリアができるのかやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで早速やっていきましょうか。いやなかなかねこの敵もね強いところがありますんで、うまいことクリアできればいいなっていうところです。まあ、クリアのラウンドとかいろいろ気にするところはあるんですが、一応戦闘の注意とかねしながらやっていきたいと思います。まずアタッカーがいないので、とりあえず調和主人公とレイさんに関しては常にスキルを使ってもらうような状況を作ります。あと大事なのは調和主人公の必殺技を常に使うことと、ルアンの必殺技も多用するってことですね。では早速必殺技を回したので、これで下準備が完了というところです。いやこっからなんだよね。とりあえず人生削りしながらっていうところだね。今回これで主人公の必殺技が溜まりやすくなったんで、 SP は節約できそうかなと思ったらちょうど溜まりましたね。じゃあもう一回振っときましょう。でここでレイサの必殺技を入れて弱点撃破だね。結構ね擬人性が厄介なんでね。じゃあ SP ちょっと余裕があるんですが、ここはスキルかな、ダメージ出していきたいと思います。でこの状態でレーサーでスキルを使って超撃破と、まあダメージとしてはまずまずというところで、まあでも17まで出れば普通のアタッカーぐらいはね出るような状況なんでね。はい、無事第1段階はクリアと。で本番ここからだね。まず必殺技使ってちょっとね悩むんだよね。でもやっぱ攻撃でちょっと SP 貯めましょうか。ちょっと3以上はね貯めときたいっていうのが。でルアンが溜まって必殺技も使ってってところだね。ちなみに今回のルアンに関してはモチーフを装備させてます。これがないとSP が足りないっていうことがあるので、まずクリアがね難しいかなっていうところです。さあここで調和主人公がデバフ食らいましたね。これがレーサー食らうとちょっと辛い。でも結構いい感じかな今のところ。まあ調和主人公もちゃんと溜まってる。とりあえずね調和主人公はスキルを必ず1回使って SP 節約と必殺技がちゃんと使えるように、ね、していかないとねっていうところです。ちなみにこの状態でちゃんと残骸入ってますね。はい、使ってさらに必殺技で逆転撃破して、でこっからさらに追いついて48万。普通にアタッカーだよね火力はね。でもこれ残骸の時じゃないとあんまり効果がないんだよね。ルアンの必殺技をしっかり使って貫通も高めつつみたいな状況じゃないとダメージ出ないんで、このあたりをね合わせていきたいところです。さあ第3段階というところなんですが、まあここもね油断せずで、主人公に行動で制限でバフいったんでねちょっとラッキーでしたね。まあ、ここで次のターン風イワンが動くんで回復するかな。あ、回復しましたね。結構ね、デバフの数が多いとね、回復できないことがあるんで、心配なところなんですよね。さあ、ここで主人公でスキルを使ってギリたまらないと。まあでも準備は整ったところだね。さあ、味方の弱点撃破に対して必殺技が溜まったんで、使っていきましょう。とりあえずもうキラー2ぐらいなら、ガンガン使った方がいいんですよ。で、ここで、ルアンの効果が消えてしまったんで、スキル使って SP0 と。で、一番いいのは敵の攻撃で、
ルアンがね SP 溜まるといいんだけどね。切殺技が溜まってくれるとすごい楽。さあ弱点撃破できた。でルアン使ってでここでレイさんも必殺技使っていこう。あと 54% だからねガンガン攻めていこう。50万。やっぱ必殺技がちょっとね桁違いなんだよね。23万。いやもう十分。いやもうやっぱアタッカー並みだね。もうレーザーに関してはアタッカー並みだね。ちょっとおかしいぐらいあるけど、やっぱ強かったなーっていうところです。まあラウンド的には4ラウンドでクリアっていうところですが、育成とか強化具合によっては、まあ27、まあ3ラウンドクリアっていうのができるんじゃないかなと思います。はい。ということで、戦闘の方いかがでしたでしょうか。今回、ウラリマ住人のチャレンジっていうことですが、炎弱点だとね、何かと戦いやすい編成だったかなと思います。まあ単純に3人で、高難度をやってるっていうのもおかしいところなんですよね。それだけ火力っていうものが高かったんじゃないかなと思います。ちなみになんですが、裏庭銃とかも炎弱点がいたので試したんですけど、だいたい3ラウンドでクリアっていうのが多かったです。意外とねラウンド数的にもクリアがしやすいのかなと思います。メンバーが足りなくても使えるっていうのは嬉しい要素ですね。ではレイさんの装備についても紹介をしていきたいと思います。まずステータスですね。ステータスに関しては撃破が 228.9 となっています。ここからバフを持っていけば、まあ、400ぐらいはいくっていうところですね。だいたい戦闘中400を超えることが多かった気がします。続いて公園水です。公園水については何が誠かです。撃破特攻を上げたいところがありましたので、こちらを装備っていうところですね。あとは HP を回復するっていう効果がありますが、これはおまけ程度っていうところです。続いて奇跡についてです。奇跡に関しては全部8っていうとこですね。あとは全部取得はしてないので、まあこれぐらいのステータスでもあのダメージは出せるっていうとこです。ただ、超撃破とうまく噛み合ってるからっていうところが大きいですね。もう少し育成をちゃんとしていれば、さらにダメージを見込めるのかなと思います。まあでもそこまで大きくは変わんないのかなっていうとこですね。続いて、異物とオーナメントについてです。異物は鉄器、オーナメントは豪華となっています。頭に関しては HP で撃破特攻を上げるようにしてます。できるだけ会心率ダメも上げてますね。腕に関しては速度と撃破特攻を上げるようにしてます。会心ダメがちょっと高いですが、まあこれはそこまで気にしてはないです。続いて銅です。こちらが攻撃力になってます。回復あっても意味ないので攻撃力にしてます。撃破特攻も11ぐらいですね。ここで防御力とかも上げてますが、耐久値が高い方が何かと便利かなというところです。続いて足です。速度靴にしてます。攻撃と撃破特攻を盛るようにしてます。弾に関しては攻撃力を装備してます。撃破特攻も 16.2 と高めとしているので、だいぶ扱いやすいオーナメントになってますね。そして最後が撃破特攻にしています。ここが撃破特攻にしとくのが重要かなというところですね。やっぱダメージが大きく変わります。あとは速度の方がたまたま7漏れてるっていうのもあって、結構動きが変わったなというところです。なのでなるべく速度を上げつつ撃破特攻もバランスよく上げるっていうのが大事かなと思います。ちなみに卒に関しては一切していません。ということで無凸無持ちの状態で、まあ、これだけ強く使えるってところを考えると、まあ、なかなか面白い法上かなと思います。ちなみになんですが、装備もこんな感じで他の編成も試してみました。まあ、3人じゃなく4人ですね。そうなった場合ナナカを入れてレーサーで師匠についていくってこともやってみたんですが、まあ追加攻撃で邪魔ができるっていう意味では扱いやすかったなと思います。ただこちらに関しては1ラウンド短縮できたという程度でしたね。また姫子も流行りとして出ていますが、姫子に関しても1ラウンド短縮くらいの差となりました。ということはもともとこの3人のポテンシャルが高いっていうのがありますので、アタッカー主体でさらに短縮が目指せるよっていう風になるのかなと思います。そう考えるとめちゃくちゃ強いですよね。まあ、ただ郊外とかそういったものを単体で行くってことはしてないので、この辺りがどれぐらい強くなるのか分かりませんが、ウラニアはこの3人で十分こなせる、まあサポートキャラですけどね、できるっていうのが分かったので、それは面白いことなのかなと思います。また今回の編成に関してですが、レーザーをアタッカー運用というところで使ってますが、まあ、これくらい効率がいいとなると超撃破のポテンシャルの高さっていうのが再確認できてよかったですよね。単純にまあ4ラウンドかかってるっていう考え方をするのか、3人で4ラウンドあれば十分っていう考え方にするのかによって全然変わってくるとは思いますが、正直強いのかなと思います。もちろんこれに関しては遊びっていうところがありますが、戦闘を見てると複数の敵に対して安定的に削りつつダメージも上げれるってことがありますので、やはり強いなと思いますね。
この弱点さえついていればとにかく誰でも相手ができるような編成となっていますので、これにホタルを入れて安定感が上がるのは必然的なのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。